はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。お久しぶりでございます。ラブ神戸 TV の新人リポーター、改めまして、新婚リポーターのさとみです。今ですね、私はこちら、三宮駅前のすぐ前になるんです。三宮の駅前のすぐっておかしいですけどもね。はい、三宮駅前すぐの、はい、神戸フレンチさんに来ております。こちらですね、カジュアルフレンチダイニングということなんですけれども、はい、メニュー今見ていただけますかね。はい、こちらの美味しそうな野菜の煮込みラタトゥユがなんと420円。ね、他のお料理もすごくリーズナブルな価格なんですけれども、すごく本格的なお料理になっております。ではですね、早速皆様お待ちだと思いますので、中の方を見てみたいと思います。じゃじゃーん、こちらがオープンキッチンがありまして、はい、こんにちは。こんにちは。はい、ではですね、本日はこちらの店長さんの西川さんにいろいろとご案内いただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらの方は、はい、今日はどういう役割ですか？今日はバーテンダー。バーテンダーということで、はい、よろしくお願いします。いつもお酒作ってらっしゃるんですか？そうです。はい、ね、こんな感じの皆さん素敵な装いで、はい、いらっしゃってます。ではですね、では西川さんにいろいろお話を伺いしたいと思います。はい、はい、こちらのお店なんですけれども、はい、カジュアルフレンチのお店ということなんですけれども、はい、どのようなお店なんですか？まあ、フレンチと聞くと、はい、その堅苦しいとか、はい、服装とかもちゃんとカチッとしておかないととか、まあ、小屋さんも含めて、はい、すごいハイランクというイメージがあるんですけど、そうですね、カジュアルフレンチダイニングというのは、まあ、お値段もすごい手頃ですし、はい、まあ、本当に普段着でちょっと帰りに仕事帰りとかに寄ろうかなという程度で、はい、寄っていただけるような値段設定と、はい、なるほど、すごいですね。先ほどもあのメニュー見せていただいたんですけれども、はい、ね、すごい本格的なお料理ですよね。内容はね、はい、うん、ね、何かあのこちらのお料理をされている方はどういう方なんですか？菅料理長といいまして、はい、あ、今いらっしゃってます。菅料理長はまだ今、はい、あ、違う、はい、はい、まあ、三つ星シェフからずっと直々に手ほどきを受けて、はい、一緒にフェアとかを出てですね、はい、でその後東京のセンチュリーハイアットで、修行されて、ここの総料理長ということで、はい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 、そちらのね、お料理がここで見ながら、そうですね、はい、はい、すごいですね。今こんな感じで写しちゃっていいのかしら。はい、今仕込み中かと思いが、お掃除中でしたね。はい、こちらで実際に焼いたりですとかされてるんですよね。はい、ね、はい、出来たてほやほやのお料理がいただけるということで、中もこれすごい広いですよね。ちょっと案内していただいていいですか？はい、映ってくださいよはい、お邪魔します。こちらカウンターのお席ですかね。はい、一人で帰りにバールスカみたいな感じで寄られる方もいますね。はい、あ、なるほど、はい、でそうですよね、この感じだったら一人でも全然恥ずかしくないですしね。はい、バールスカにしたりとか、あとワインとかも、はい、ボトルで結構2500円からお出ししてまして、はい、はい、飲みやすいワインとかも結構パッと揃えてるんで。なるほど、はい、いいですね。会社帰りの一杯こちらでね、雰囲気もいいですしね。はい、ありがとうございます。では中に進んでみます。はい、あ、すごい、はい、おしゃれな赤を基調とした空間ですね。あ、こちらになんかいろいろシャンパンがありまして、はい、はい、まあ、ボジョレね、あ、そうですね、最近解禁になったボジョレヌーボーがありますね。はい、こちらの方のお席は全部で何席ぐらいあるんですか？全部で、まあ、14席で、はい、お座りいただけるようになってまして、まあ、もうちょっと座れるんですけど、まあ、ゆったりっていうのでいくと、はい、なるほど、はい、はい、ゆったり14席ということですね。はい、何かパーティーでご利用されたりとかいうこともあるんですか？そうです、夜とかは、はい、まあ、こういった誕生日会とか記念日とか各種パーティーっていうのを作っておりまして、まあ、3000円からご用意してまして、結構デザートをホールケーキにしてお出ししたりとか、そういうのもできますね。はい、本当にお値段もね、はい、そうですね、カジュアルにも、はい、かなりお得だと思いますね。ね、はい、内容も、はい、手厚く、はい、ね、やっぱりお客様は女子が多いですか？女性が多いです。あと、まあ、ちょっと大人なカップルとかも多いです。はい、なんか
記念日系とか、はいはい、そういう方がフレンチを、まあ、カジュアルに、まあ、使われるっていう感じが、はい、なるほどなるほど、はいですよね、なんかねやっぱりフレンチと聞くと高級なね清掃していかないといけないとか、はい、はい、なんて言ったらいいかな、本当に記念日とかにしか行かないようなイメージなんですけれども、はいね、やっぱりこちらだったらそういうとこに普段行かない方でもね、はい、気軽にご利用いただけるかと思いますのでね、はい、はい、若い方、やっぱり若い方も多いですよね。若い方もいらっしゃいますね、はい、はい、ありがとうございます。何かこのお店をオープンされた何か思いみたいなのってありますか？じゃあオーナーの方が、はい、まあ、最近スペインバルだったりとか、うん、まあ、イタリアンとか、まあ、パスタ、ピザとかが、まあ、主流にはなってきてるんですけども、そうですね、まあ、まあ、そこで、まあ、フレンチ離れといいますか、やっぱ堅苦しいイメージよりかはっていうところにはなってるんですけど、はい、もう一度ちゃんと美味しいフレンチを食べてほしいなっていうところで、まあ、そのカジュアルな雰囲気にしてちょっとでも、まあ、皆さんにフレンチの味を知ってほしいということでオプションに至ったと。はい、なるほど、ありがとうございます。こちらね10月にオープンされたということで、はい、今2ヶ月弱ぐらいですかね、はい、はい、今お忙しい時期ですかね、ちょっとずつお客さんも、はい、増えてきまして、はい、なるほどなるほど、ね、やっぱり駅近というのもねいいですし、こんな雰囲気ですからね、皆さんにもぜひぜひ来ていただきたいと思います、はい、ではですね最後に皆さんに向けて何かお二人とも一言ずつお願いできますか？はい、はい、では西川さんから。はい、また今映していただいた状態と夜の雰囲気はまた違うので、はい、夜はまたすごいこう綺麗な夜景とかすごい見えるので、はい、はい、そういう雰囲気の中でご飯食べていただけたらと思います。はい、ありがとうございます、はい、ます。ではバーテンダー部門から何か、まあ、お一人でも本当に気軽に来られば見せるので、ぜひ気軽に。はい、ありがとうございます。今ちょうど見てくださっている方がいらっしゃいますので、あなたですよ、来てくださいよはい、では本日はありがとうございました。ありがとうございます。